女系尺は、大韓民国の軍人、大学教授、外交官。最終階級は、陸軍中将。高麗大学名誉教授、四世代学校客員教授、東ティモール駐在大韓民国大使。軽機道養州軍養州面出身。三男二女の長男として生まれる。小学校四年生の時、河南市に移住し、東部諸島学校を卒業。 1961年後来大学史学科に入学。同期生に前大統領李昭弘、世順前会長、仙晋一、劉林愛観国情報技術研究院員長らがいる。卒業後、1965年に学軍士官候補生3期任官、15師団38連隊小隊長となる。そこでの軍隊生活に興味を持ち、長期服務を申請する。 連帯作戦主任補佐官として勤務中の1968年2月、作戦主任の勧めで、ベトナム戦争に参戦。クイニョンに展開していた、首都府評師団第1連隊、第2代大将隊長、後、第3大隊第11中隊長として、同地区に、ゲリラ戦を展開していたベトコンや、ベトナム人民陸軍第3府評師団と戦闘を繰り広げる。 当時の第三大隊長は、ロタイグ中佐だった。1969年7月10日、フーカットにて、正規軍の一個大隊を発見、大隊本部に連絡し、殲滅、38人射殺、捕虜4人の選考を挙げる。帰国後、第二連隊長、第17不評師団長、第六軍団長、陸軍第三軍司令部副司令官を歴任。 1999年の予備役編入後、高麗大学総長を務めていた、金正し土川のつてで、高麗大学客員教授となる。ベトナム戦争での近接戦闘の経験をもとに1991年、出版された著書、戦闘間隔は、大韓民国陸軍の20個の必読書の一つとして、選定されている。また、全米官連合司令部参謀長、 ランドルフ・ダブハウス中将によってこの本の英語版であるフィール・フォー・コンバットが出版され、韓国の将軍が書いた最初の英語版戦闘教本として記録されている。ありがとうございます。